鹿島レオのチャレンジプラス。何それめちゃくちゃじらされてやっちゃごめんなさい。はい、始まりました鹿島レオのチャレンジプラス。本日12月6日水曜日、天気は晴天となってます。よろしくお願いします。お願いします。本日ちょっと急遽2人になって2人というかなってしまいまして、うん、これあのゲストさんが12月6と12月16日だと間違えたらしくて。あー、なるほど。でこれあの LINE の仕様で12月スラッシュ6日にするじゃないですか。あー、はいはいはい、はい、それがそのスラッシュが1に見えたらしくて、うん、1に見えたのね。え、今日ですかみたいな。なるほどね。じゃあこの人は2人でやりますみたいな。そうか、じゃあ1216いかがですかみたいな感じに見えたのか。そうみたいな感じ。多分その確かに、あ、見えなくはないけど、確かに確かに。だからガツ6ってちゃんとね字で送るみたいですね。いい勉強になりました。12月6日って送ったら、うん、そのミスが減るなっていう。いい勉強になります。はい、また多分次回か来年かに来てくれると思うので、うん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 、その時ぜひよろしくお願いします。まあ、絶対この話はするんで。はい、そうだね。この話はもう一度。このいじりはするんで。こすります。レムさん、1ヶ月ぶりくらい、はい、はい、井上レムはこう、ちょうどね、10月の半ばの方に1回来て、引き継ぎをしたんですよね。その取説を聞いて、あ、なるほど、レオ君はこうやってやればいいんだなって、扱えばいいんだなっていうのを教えてもらい、そこからね、ちょっと1ヶ月空いちゃいましたけれども、今回はちょっとコメントでもうすでにレムの取説が、はい、いただいてる、いただいたみたいなので、今度はレオ君が私のどう扱うかをちょっと説明していきますね。はい。はい、じゃあ、ヒロさんからコメントいただきました。はい。はい、井上レムの取説1。めっちゃありましたね。めっちゃありました。めちゃくちゃありました。10項目ありますね。出してくださってる。そう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 。もうこんな感じですね。はい、1、酒を与えると懐く。あ、そう、今ドクターストップのため今飲んでないんですよ。与えすぎて。そう、与えすぎた結果、みんなが与えすぎた結果、あのドクターストップドクターストップになっちゃったの。だから次からだから楽屋とかに、うん、そのなんかね割り物セットみたいなのをポンって置いとけば、もう最高、もう多分すっごい上機嫌で多分放送してると思う私。懐くっていいですね、表現が。そうそう、なんか犬みたい、小動物の感覚で。そう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 、懐く、お酒ってね寄りつくからね。はい、2、甘いものはあまり得意でない、甘じょっぱいものが好き。これですね。あ、さっきもプレそうだ、プレグミ食べてました。確かにちょうど甘じょっぱいわ。そのあんまり、うん、僕グミってその食べ物としてあんま認めてないんですよ。いや、なんでよ、グミ、なんだろう、なんでよ、グミとゼリーっていうものをあんまり認めてなくて、うん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 、そのなんか食べ物という、うん、なんか感覚なんですけど、うん、ピュレグミって僕からしたらまだあったんだって、うん、そうそう、まだあったんだっていうから、10だって20年ぐらいありますね。15年とか、ね、僕ら小学校とかぐらいの時からあるんで、うん、そんなピュレグミっていうロングセラーなんですね。もう日々季節ごとに新しい味出てますからね。ちゃんと。そうなんですね。そうですよ。でさっきね、星型のが星のピュレグミあったよって見せてたら、ピュレグミまだあったんすねって言うから、もうそうなんだ、やっぱ甘じょっぱいもの、確かに甘いものはダメなんですね。なんかでもお酒をやめてると甘いもの食べれるようになるの。あんまり好きじゃないと。そう、もともとはお酒飲んでたら全然もうなんか酒のつまみに甘いものっていらないじゃないですか。あ、だから甘いもの全然いらなかったんだけ ど、酒をやめると多分お酒で多分私糖分を取ってたっぽくって、そうそうそう、はいはいはい、その瞬間に甘いもの欲しくなるようになって最近は甘いもの食べてますね。そう、僕なんか、うん、ウイスキー好きなんですよ。で、あのブルー、何でしたっけ、レーズンチョコみたいなあるね、あれを食べてたりします。はい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 、確かに。逆に言うとウイスキーは、ウイスキーはチョコとかそのぐらいが糖から、確かにそうなのよ、甘いものが欲しくなるんですね。そうなのよ。なるほど、確かに、そっか、甘いもの、あ、酒飲むと甘じょっぱいみたいな。そう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 、しょっぱいもの、もう塩で飲めるのよ私。こうってここに塩があれば酒飲んでられる。そうなんですか。そうなの。へえ。だから甘いもの食べてないんですけど、でも最近は一生懸命甘いもの食べてます。甘いものでも懐きます。大丈夫です、懐きます。喜びます。はい、3、粉物好き。
粉物。はい、たこ焼き、お好み焼き、もんじゃ焼き。はいはいはい、粉物って、まあ、そう、あ、そっか、粉物っていう。そう、くくりで言ったらもうピザとかうどんとかも入ってくるんだけど、その広くなって。粉物って、そうか、私たちはラーメンとかそばも。ラーメンとかそばも。だから粉物って 食好きだけど、まあ、基本的にくくりで言ってるのは、まあ、たこ焼きとかお好み焼きとかの粉もんが好きっていうのを言ってるね、はいはいはい、そうするとマヨネーズをかけるタイプ、うん、毎日食べれる。へえ、うん、だからこう誕生日とかもなんかケーキいらないからお好み焼きにろうそく立ててくれって言ってた何枚か積んでそう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 、それが一番嬉しい、うん、出身がそっちですか、西側ですか。出身は東京。おそうなんです、ね、そうなんです。なんかこっちの人ってあんまり、うん、なんだろう、たこ焼きとか、うん、お好み焼きを食べに行くっていう、うん、あんまり文化はないのかな。あ、ね、でも全然多分実家がそもそも論親がもんじゃが好きだったのかな、後から知ったんだけど、それでずっとお好み焼き食べてるからもう食べない月はないかな、うん、そうなんですね、うん、2週間に1回ぐらいは多分食べに行ってると思うすごいですね。毎日でも平気だし。もんじゃは食べたことないんですよ。もんじゃってなんか何っていう。出身どこ。東京です、東京です。そんな人いるの。下町のあれでみたいな、うん、そもそも猫舌だしとか分かる分かるあの、うん、でこれでこれでこう食べるの。そうでも私も猫舌だから邪道、好きなのに邪道なんだけど、一回お皿に移してから食べて。ああ、なるほどなるほど。そう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 、それもありなんですね、うん、なんかあのね、なんていうんですか、小べらみたいなので食べるイメージありました。確かに確かに。今度もんじゃ行こう。もんじゃって なんですか。おこ焼かないんですよね。焼かないというか焼くよ、ま、何するんでしたっけ。べちょべちょにするもうなんかラジオで放送するような表現の仕方じゃないんだけどあの、まあ、刻んで、まあ、ベチョベチョで食べるやつだねお好み焼きをベチョベチョにしたみたいなことですか、うん、あ、でもまあそうかな。で水分多めみたいな。そう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 。いやちょっと難しいからちょっと食べに行ってそこで感想を聞こう。食べれるかどうか。あれに味ついてるんですか。なんかついてるついてる。あ、まあでもついてないお店もある。あ、あ、そうか、美味しそう。これで、もう完成なんですか。もんじゃ焼きの作り方が出てきた水、うん、粉。そうだね、粉とお、あ、おそこに入れるんだ。これにソース入れるんだ。そうなんだ。めっちゃ混ぜるんですね。そうそうそう。でも野菜いっぱい取れるしヘルシーだと思うよ。ピザ用チーズと添加剤入ってんだ、ね、確かに。それは知らなかったわこれは多分この作り方だよね。あ、そう、こうやっていっぱい刻んで、後から水分入れるのよ。先に具から入れるの。あんま粉、あ、そうそう、粉粉してない、うん、粉も入ってるよ、材料にっていうぐらいかな。ほら、美味しそうじゃん。分かんないか、分かんないか。青のり、いや、これだけだとほ本当に食べたことない、ゼロ知識なんで。じゃあちょっと初これで、そうですよね、こういくんす。そう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 、あ、こうやって焼けてんのよ、ちょっと後ろが。ちょっと押して、焦げ目作って。そう、あ、ちょっと一緒に行って初体験のもんじゃをさ、感想聞きたいわいいっす。でもなんか明太子とかね、今あったんで。あ、そうそうそう、明太子とかめっちゃ美味しい。人気人気。いいね、いいね。ね、お酒と合いそうですね。あ、そう、味が今こくね、ソースとか入れてね。あとはなんかやっぱみんなおやつに食べたりとかする。酒でご飯っていうよりかはなんか酒のつまみだったり、なんか子供たちのおやつとかでも食べたりとかするから。どこで食べるんですか、みんな。この鉄板焼き。でも今はもうないよ。なんか子供の頃とかは結構なんかその学校帰りとかに行く子とかいたんだって。で、ちょっとおやつくださいみたいな感じで。そう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 。へー、今はないけどね、あんまり。下町って感じだよね、それこそ。僕確かにあの八王子の方なんで。あ、そうなんだ。そっちだとあんまないんですかね。はいはいはい、確かに。その23区内だとそういう文化なんですかね。あったのかも、うんはい、あ、これね、4番、はい、お腹を壊しやすいなんだけど、ちょうど今私お腹壊しててちょっともう放送10分前にちょ、ごめんなさい、トイレできていいですかって言ったじゃない、はい、お腹壊してたのよ。え、なんですか、お酒で。あ、でもこれね、話したことあるかもしれないけど、肝臓半分取ってるんですよ私、はい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 、で、肝臓半分取って胆のうも取ってるからってなると、なんか食べ物によってお腹を壊しやすいらしくって。あ、
そう、油物とかと消化というか、そうなの、肝臓で除去するからと、うん、なんか病院でこういうの食べたらお腹下しちゃうからねって聞いた気がするんだけどさなんかさ食べたいもの食べたいじゃん、はいはいはい、から食べたいもの食べたいもの食べてたら大体お腹壊してるって感じでもそうか、美味しいものはねやっぱ体に悪いですね、そう高いし大体茶色かったりするし、あ、そう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 、でもやっぱ人生のうちさ好きなもの食べてたいじゃない、はい、からそれやってる結果お腹は壊しやすいっていうキャラクターになっちゃったっていう耐えながら来てですねそう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 、そう、それ結構そのファンの方が知ってる本当だよね本当だよねよう知ってるよね、はい、あと本ん舞台本番前喉を潰しがち、あでもどうだろう、これそんなに他の女優さんに比べたらそこまで喉潰さない方なんだけど、確かに歴代に言ったら何回かは潰してたかもしれない、役者あるあるね、役者あるあるだね、やっぱ稽古がすごい長いから舞台稽古って、それでとことん稽古してると本番の方で喉潰れてるみたいな、そうですね、太陽のって2日間連続ぐらいで10時間ぐらいやってますもんね、そうそうそう、その本番前本当にそうなの確かに潰す用のスケジュールですもんね、うん、もう私たち私が入ってる太陽マジックフィルムっていう団体はですね、もうとにかく稽古が長いで有名で、ほんと13時間ぐらいは余裕で稽古するのよってなったら、まあ、休む暇もなく体が復活するわけでもなく、そこで稽古を重ね喉がいっちゃってるみたいなありますね、ありますね、え、喉潰したことある？僕はないです、ないんだ、そうなんだ、舞台があんまりなく、あ、そうかそうか、うんうんうん、でお笑いが多かったので舞台出るのが、へえ、そんなにツッコミですけどそんなに大きい声は出してなかったんでなるほどね、意外とその舞台ではないかもしれないですね、潰すっていうのは、すごい、ちょっと勉強させていただきます、いやいやゾンビでなりました、あゾンビやった時はそう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 ずっとやってたので、うん、ゾンビって引き声なんですよ、うん、ちょっとやってって声を出すんですけど、はいはい、これでまあもっとボリューム高い、そうだねそうだね、引いた方が全然痛くないんですよ、へけどこれを延々8時間とかやるとさすがに途中からスカスカスカってそうだねあーってなっていくよね、はい、確かにね、ちょっとこの話もまたゆっくりこの後するけど、ゾンビねやったらみんな喉いかれてたもんね、いかれてました、すごい、やっぱ出ないですもん、出ないから多分入ってたんですよ、あーなるほどなるほど、引きで大きい声出すっていうのが普通無理じゃないですか、はい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 、無理無理無理、なので多分吐いちゃうんで、吐くとより、吐きボイスだと余計やられちゃうんだ、わ勉強になりますじゃあみんなもちょっとラジオ聞きながらやってみてほしいああなるほど不思議なあれですよ、みんなやってる可能性があります、確かに意外と僕いけんじゃないのみたいな、ねえ確かに、ちょっと舞台やってみてちょっと喉枯れるかやってみてほしい、そうですね、ギリギリめちゃくちゃ稽古、確かにこれでもあの僕太陽も出たじゃないですか、うんうん、僕あんま稽古してない、あそうそうそうしかもあの時100人いたんで、はい、100人のホテル貸し切って100人役者が出てっていう企画のやつに出てもらってた時にやっぱ人が多すぎてねあれ私今日稽古したっけみたいな感じになったよね、 ありましたし、うん、なんか自主練してるグループもあるじゃないですか、あったあったあった、で僕らその夫婦でそうだ離婚するあれなんですほとんどねってなると、うん、あんま仲良くないんですよ、そうね、うん、役としてね役としてあんまりね仲良くないから、うん、その普通そのプライベートでほぼ喋ってなく、そうねそうね、その仕事でというか、はいはい、このセリフこういうのがいいですかね、うん、みたいな話はするぐらいなんで、うんうん、それじゃあ残って稽古しますみたいな、なさそう、なさそうやっぱりね、はい、あるよね役との関係って、うん、仲いいそのわちゃわちゃ系とかやっぱ残ってもう稽古してるのかちょっと遊んでるのか分かんないですけど、そういうのがあるじゃないですか、残ってあるあるある、僕らはスッて帰るんで、そうねやっぱ夫婦離婚の夫婦だしみたいなあるね、はい、じゃあお疲れ様みたいな、うん、そこでなんか仲良くイチャイチャしてたらちょっとまた役が変わってきちゃうからね、はい、やりづらく多分よりうわ面白いいね、あったと思います、そんな裏話があったとはあ、6番、はい、初対面でも親しく話をするが覚えていない、マジでそう、あこれは僕もそう確かに確かにそう、あ、はいはいはい、あそれは理解わかるよね、わかるよね、多分レオ君も同じタイプだと思う、あそうなんですねって言って、なんか僕
LINE とかすぐ交換するんですよ。仲良くなって、じゃあ LINE 交換しましょうよって言うけど、うんうん、あれなんかたまに、え、K とか、あ、いるね。M とかってるじゃないですか。いる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 。あれあれ昨日だよな、多分みたいな。K誰だってなるよね。喋った内容は覚えてるんですけど、うん、名前は覚えてないし、顔も覚えてないし、はいはい、ってだから僕、名刺もらうようにしてます。名刺だと、この肩書きで、こういう人でってなると、大体、こうやってよし、あ、この人だなって言って残るんで、うん、いや私の一番の裏技を教えたいんだけど、はい、こう私もやっぱお仕事だったりとか飲みとかでありがとうございます、なんかお知り合いになった人とかはで、じゃあ、まあ、今後何かあればみたいな感じで、はいはいはい、こう連絡先を交換した時は一緒に写真を撮る。あいますね。そう、私もうマジそのタイプで、お酒入ってなんで忘れちゃうかもしれないですし、はいはいはい、とか言って私の言い訳にして写真を撮って一緒に送ってあげると1つ目の言い訳が絶対できるし、ね、なおかつお互い忘れない、はいはい、はい、あこの人と喋ったなっていうのが、だから私の顔を忘れられないようにするっていうのもあるし、向こうの顔もあで顔見たらさ、なんかさ話した内容とか思い出すじゃん、この人とこういう話したみたいなっていうのを心がけてた。ああそれでもレムさん、うん、あんま忘れられなそうですけど、え、そうかな見た目もだしキャラもだし、あ、僕もあんま忘れられないですよ。確かに確かに、 だから逆に困るというか、あこっちがね忘れちゃうからね。そうです、それはあるかも。確かに写真いいですね。うん、めっちゃおすすめだよ。たまにいますもんね、送ってきてくれる人。うん、やりますわ。よし、それやっとけばいい。あ、7番、覚えててほしいことは忘れてて、忘れてほしいことは覚えてる。これ人間そうじゃない？そうなんですか。人間そうじゃない？どんなことだろう。わかんないけど、まあでも大体人間ってそうよね。なんかうわそこ覚えてんのかよみたいなさ。ああ。レオくんでも結構記憶力良さそう。あの時こうでしたよねみたいな。あ、確かに変なこと覚えてる。ねえ、だよね。で向こうがなんなら覚えてない。そうそうそう、これってこうだったじゃないですか。だから僕がなんか、うん、そのエピソードトークとかで話すと、うん、嘘を喋ってるみたいな。いや本当にあったからねみたいな話なんですけど、はいはいはい、そんなだったっけみたいな。確かに何か変なところ記憶力いいイメージあるわ。そうなんだ。いや僕あれ、僕はエピソードとかは書くんで、うん、めっちゃメモしていつでも行ける体制を取ってます。うわ、いいね。なるほど。滑らん話？滑らないって話じゃないですけど、うん、なんかちょっとどこでもある程度クスクスって、その大笑いは取らないけど、うんうんうん、みたいな感じの話は何個かありますね。へえ、いいな。私もちょっとメモっとこう。これだけはこの業界とか、それこそそうね、収録で、うん、ちょっと空いて、うん、ちょっと着替えトラブル入りますみたいなとか、着替えちょっとチェックしますみたいな時に、うん、なんかなんかっっ謎のそういうエピソード時間ありません？芸人さんが話し出してとか、あるある。でじゃあ次みたいなのに誰も行けないじゃないですか。確かに。だって2番目が一番結構大変じゃないですか。なるほど、確かにそうね。その一番最初に行く人はもうこれは俺は自信持ってありますよ、うん、で話してるわけじゃないですか、うんうんうん、で2番目って僕らそんなターンが来ると思ってないから何も考えてないく不用意しなきゃいけないから一生懸命スマホ見て、ね、あ、はいはい、これこの場行けるわ。いいね。ちょっと私もちょっと物事あったらメモするようにする。あ、でも大事かも。いい、ね、この間もそれこそありました。そ、ね、あ、そうなんだ。あの匠の教室っていううちのタレントボックスやってる番組で、うん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 、村上ロックさんっていう、はいはい、怪談師の方がいて、で昼の15時から話、うん、収録だったんですよ、うん、で夜になってちょっと収録が、うん、進んできたら後半に、うん、心霊の話をしてもらいますよっていう状態だった。夜になるとやっぱ暗くなるからいいじゃないですか、うん、けど意外と早く前半が終わっちゃって、はいはい、ちゃんともうスピーディーに行って、もう撮れたかも十分ですって言って、うん、ディレクターさん止めちゃったんですよ。なるほど。ちょっと1時間ぐらい余るってことで、ね、でじゃあセットして、よし、じゃあちょっと誰かあの芸人さん、 MC の芸人さんがいたんで、うんうん、あの浜地の平田さんっていう芸人なんですけど、うん、ちょっと座ってもらっていいですか、ちょっとあのアングルチェックしたいんでって言って、うん、なんか話してもらいますみたいな謎の鬼の振りが入って怖いねでディレクターさんが、うん、あ OK です、ありがとうございますみたいな、うん、その時にまあその話してくれたんですよ、うん、ちょっと小笑いみたいな話してくれて、うんうんうん、よし、だったらじゃあ次誰行くみたいな怖鬼の流れになって怖っ怖っと、僕演者でもないのに、そんな。そうね、そうか。なんか僕がこそこそ隠れてたんです、うんうん、で演者が何人か行って、うんうんうん、で僕に誰かその若い女の子、うん、レオさん行ってないですよね、うん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 、うわ振られたっつってね、と思ってで絞り出しました。すごい。
大事ありました。怖かったです。確かにね、その時のちゃんとネタを持っておかないとちょっと準備しとこう。喋れないはないんで。確かに。意外とみんな喋れるんだなと。ああ、パッとね、はい、1個でもねネタ持ってれば全然違うからね。使い回していいんですか。そうだよね。確かにあれここどこで話したけどここでは話してないってなるからね。でいいので。確かに確かに。はいはい。はい。8、若い娘、年下の女優に好かれる。あー、そうなのかな。若い娘って言ったらおもろいけどね。なるほどね。あの姉さんキャラみたいな。あ、そうなのかな、全然自覚ないけど、まあ、確かにそうかも。レムさんレムさんみたいな子たちはいてくれるかもしれないね。確かあんまり、うん、上の女優さんと話してるイメージはないかもしれないです。あ、それは現場がさ、あの年上の女優がいない現場だからなんじゃない？ああ、そうか、あの場、あの100人の時は、うん、でも確かにレムさんレムさん写真撮りましょうとかは、あ、確かに下の子たちが多かったかもね。目撃した気がします。確かに上になるとあんま写真撮らないですね。そうね、だからなんかもうみんな大人の関係になってくるよね。あね、挨拶してちょっと喋ってみたいな形のだけになるんですよ。わちゃわちゃというか、うん、お菓子交換しましょうよみたいなのなくなるってことなんですね。そうね、お菓子交換してみたいな。確かに若い子やってるよね。やってました。僕もやってる、やってましたもん。あ、そうなんだ。楽屋で。へえ、いいね。でもレオ君意外と若いもんね。意外と若いです、うん、見た目の割には。見た目の割にはそうそうそ う, そうまだまだ20。みんな見えないっていうか。でもありが、僕は意外とメリットだなって、うん、いやだと思う。うん、若く見られるよりかは絶対、私若く見られちゃう方だったから。あ、どっちがいいんですかね。どうでした、その年取って、年若い時は20代前半の時って嫌だったですよね。女の子ってみんな上に見られたいって言いますもんね。うん、からなんか22、3とかで一人飲みしてたんだけど、22ぐらいかな。その時とかは結構もうほんと上の年齢言ってた。あ、もうなんか絶対ありえないだろっていうような年齢なんだけど、22、3で30ですとか言って言いながら一人で飲んでて、その方がなんか対等に話してくれるから、はい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 、若いねって言われるのがもう疲れちゃって。そう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 、相手が結構上じゃなかったですか今。結構上の、おばあちゃん60代の人と飲んでましたよね。でもさ、なんか飲み屋のさ人たちってさ、なんかさ、みんなさ、なんか20前半ってだけで、若いいいねみたいなさ、なんかいるじゃん。はいはいはい、はい、なんかもうその会話疲れちゃうなと思ったから、あ、30ですとか言って、あ、そうなんだって言って、そのまま普通に会話が流れる方が好きだったからとかにしてたね。僕もでも今上言いますよ。あ、本当。なんか最近ですけど、うん、討論番組とか、はいはいはい、ディベート番組みたいなのが結構いただけるんですよ。楽しそうってなった時に、相手が5とか下手したら10ぐらい上なんですよ、うん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 、で僕ディベートめちゃくちゃ強いんですよ。はいはいはい、はい、ってなった時に、うん、なんか、いや、すごいね、めっちゃ知識入れてきて、はいはいはい、いつなのってあれだ、36なんですよって。あ、2個下かみたいな。なるほどね。で安心させてあげるっていう。わかる。めちゃくちゃ下だと気悪いじゃないですか。なんか、うわ、こんな年下にこんな言われちゃってってなっちゃうもんね。うん、気遣って、あ、36歳ですとか言ったりします。へー、なるほどね。変な気の使い方します。確かに、むしろ向こう側に、ね、そうそう、自分がどう見られたいとかですね、はい、あなたにちょっとこう、そうです、そうです。メンタル傷つけないための、確かに、いい嘘ですか。いい嘘だね。あら、9番、意外とやきもち焼き、他の女優さんへの SNS のコメント等結構チェックしてる。全然記憶ないんだけど、これエゴさんみたいなことなんですかね。全然見てる、見てないけどな。でもやきもち焼きなんでしょうね。そうなんだ。全然私見てないけど、なんかあるんでしょうね、このきっと見られてるって思ってるかもしれないね。そうだ、なんか聞きたいな、うんうん、これもう10番も一緒だけど、レムにだけ特別感を出さないとすねる。めちゃくちゃわがままっ子みたいになってるじゃん。スネックキャラみたいな。確かに確かに。でもさ、もう女優さんなんてそうじゃん、みんな。まあ、うん、チェキとか、あ、そうね、そうね、ピリつきますもんね。うん、確かに確かに、ピリつくピリつく。あれ何なんでしょうね、男ら、うん、俳優陣、男性陣はあんま、うん、ない、撮られることもそもそも少ないし、うんうんうん、撮られてもありがとうございますみたいな、ノリで撮ってくるよみたいな感じで、はい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 、女優さんのなんかね、ガチの人いるじゃないですか。いるねとか、まあ、あとは営業でやってる子とかもやっぱ見る。裏話をすればね。どういうことですか。そのなんか焼き餅焼きキャラ、あ、なんでそっちに行っちゃうのっていうようなキャラクターでやってて、で私それを逆にやられてた側だったの。なんか他のこのファンの人がチェキ取ってくれて、
でその時に、なんでなんでそっちのことチェックとんのみたいな感じになって、怖い、やられたやられたと思って、で楽屋入って、ほんとすいませんみたいな感じで言うと、あ、全然全然、あれ営業だからみたいな感じのことがいるからあー勉強になりますって。でもガチでピリつけもあるじゃないですか。まああるよね、女優さん同士、あるあるある。あ、難しいっすね。でももう私みたいな年齢になったら、もうさ、なんか、あ、もういっぱいいい子いるから、いろんなところ広がりって思っちゃうからそう私がきっかけで、そのじゃあ舞台だったり女優ちゃんとかにさ、なんか好きになって、またその人の世界が広がるんだったら、はい、それは素敵なことだと思うから、ただ私のことは忘れるなよっていうだけ、うん、この辺にちょっとね、入れといてくれれば。レムはちゃんと好き、でも他も好きで全然大丈夫。私はなんかグループ推しというかね、そ、そう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 、なるほど、そうなんだ、そうなんです、スネると思う。本当だよね、見たいでしょ、私がスネるところ。あんま想像、しかもなんなら僕年下にはないですよね。あー、ないね、年下に対して、うん、スネるってなんでよって見てらんないじゃん。正直そうね、いやこっち年下やねんってなっちゃうよな。、はい、うん、から多分僕が見、その客観的にこう、おお、やってますよみたいなのはあると思うんですよ。ああ、そうだね、あるかも。僕に対しては多分ないですよ。なあ、そうかも、確かに。ちょっとね、おそうだね、じゃあレオくんが他の女の子と喋ってて、なんで私の子もやってくれないのって。それちょっとやつね、なかなか見ないね、想像できないですし、うん、だからこの取説はちょっ となんか特殊な取説かもしれないね、ファンの方とか、そう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 、に対してのありますね、かもしれない。いや、おもろおもろいっすね。はい、結構ね、あるんですね、自分で気づいてないタイプ。ああ、そうかもね、周りから見た井上レムっていうのとやっぱ違うよね。僕のもそうでしょ、僕だから別に。あ、そっか、ブライさんにしてるつもりないっすもん。おー、普通に、あ、髪切ったんだ、髪切ったんだって言ってるだけなんで。確かに確かに、周りから見たらこう見えちゃうっていうのはあるよね、確かに。結構女優さんとか役者さんは周りから見たのが結構大事ですね、うん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 、大事だね、全然違うもんね。演技とかでも、それこそ僕怖い役とかほぼ 100% オーディション受かるんですよ。だろうね。その周りから見られてるじゃないですか。逆に言うと青春ものとかはほぼ浮かんないです。あ、これやっぱ客観的に見られたのが、そう、ね、映像とか舞台とかで、うん、それやっぱ大事かもしれない。でもだって自分で見ても俺怖いのいけるなって思うでしょ、はい、で体も大きいですし、うん、だからもう、そう、それしか仕事はないです。そっかそっか、それしかは嘘よ。結構偏ってますよ僕、その怖い系か、うん、最近は討論系のバラエティーか、はい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 、だから喋れる怖い人ってことでしょ。悪い人だよ、本当に。ね、あなたのなんかこう詐欺師みたいな、喋、ね、うん、れる怖い人なんだろうね、きっと。そのイメージだ、確かに。そうす、ね、面白い。いや、ありがとうございます、ね、でもありがたいことに結構いろいろコメント来てるので、読んでいきましょう。はい、読んでいきましょう。ではでは、ともさん、ともちょこさんですね。はい、ありがとうございます。初めてのコメントです。韓国公演お疲れ様でした。久しぶりにレム社の動いているところリアルタイムで見れる。今日の放送も頑張って。ありがとうございます。なんかパンダかなんか、普段ほぼ動かないけどたまに動いてますねみたいな。違うでしょ、なんかやっぱ動画だったりとかが見れないからでしょ。そんな私ずーっと動画で出てたまになんかささくれちゃう。あ、動いたみたいな。レムちゃん動いた、嬉しいみたいな。韓国公演があるんですね。あったんですよね。そう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 、ちょうど1週間前に帰ってきたんですけれども、はい、まあ、11月の25、26かなに韓国公演やってきました。なんか全部日本語、全部日本語で、はい、韓国語の字幕で、そう、私はなんと10日前にセリフをもらって、本番10日前にセリフをもらって全韓国語。鬼じゃない？え、もともとちょっとできるじゃないですか。そんな全然一回も喋ったことない。そうそうそう、ちょっと韓国人役行こっかって言われて、え、待って、韓国の地で韓国人役って絶対もうなんか舐めてるようにしか思えないですよって、いや、もう現地の人にも騙せるぐらい韓国語頑張ってみたいな感じ言われて、10日でどうやってみたいな。
まあ、その場にさ韓国人の人がいればさ、まあ、ネイティブとかで聞けるけど、結局そのネイティブの発音だったりとか、そのじゃあこの言葉でいきましょうって決定したのがもう本番の前日に確認できたのね。だからもう言葉のセリフもギリ覚えたし、でイントネーションも前日に覚えなきゃいけなかったから、はいはいはい、無理無理と思って、もう袖でこうやって一回聞いてこうやってもうそのままの音でいこうって言って感じだったけど、通訳さんみたいな特にいたいた、一応いたので、向こうにいたからその通訳さんの、音でやらせてもらったって感じ。東京で、東京ではいなかったからもらって、そうそうそうセリフをもらって2日前にそう発音初めて、発音を聞いて鬼だよね、そんなむちゃくちゃなんですね。そうでもさ、だって日本語でお芝居したとしてもさ、はい、おはようっていうのとさ、おはようっていうのってさ、はい、イントネーション違うじゃん、はい、だからその中でお芝居をしなきゃいけないってめちゃくちゃ難しくて、ノリでさ、なんかなんとかかんとかって言ってもさ、あそれ音違うってその感情のまま言えなくなっちゃってだからもうロボットのように言うしかなかったよねなんとかかんとかみたいな、アニョハセヨみたいな感じで言うしかないから、そのイントネーションとあのテンションが日本だと一致しますけど、そう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 、韓国だと分かんないですよね。そうなのよ、もうどう撮ってくれるんだみたいな。そうそうそう、でもありがたいことになんか満席の日とかも結構あって、もう大成功と言ってもう過言じゃない公演でした。もうまだすごいっすね。すごいよね、そんなむちゃくちゃなことして。本当だよもう今年ね100人演劇やったりとかね、はい、なんか韓国公演やったりむちゃくちゃなことしかやってないですけど楽しいです。移動中にじゃあもうずっと韓国語の、韓国語で出されるんですか、カタカナで出されてるんですか。最初日本語で出されて、はい、で次に韓国語できたんだけど読めないから翻訳機に入れてでそれを耳で聞いて私がカタカナで文字で起こすのよ。でもあその音違うとか言って、なんか韓国に1年留学行ってた、メンバーがいたから、あそれ違う、なんかぬじゃないねとかさ、いう感じで、そうか、聞いても、そう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 、聞いてもやっぱ分かんないから、はいはいはい、やって、でそのカタカナでセリフを覚えて、で向こう行ってネイティブの発音を聞いてみたいな感じなんだよ。結局ちょっと喋れるようになったですね。あ、そう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 。だからなんかちょっと使えるようなやつとかは結構使ってた。でスタッフもやってたの、はいはいはい。音響もやりながら出演もしてたから、その音響のなんか音響監督さんとかはもう韓国の方だから、そこでお話ししなきゃいけないんだけど、その時とかは覚えた単語とかは使ってた。あ、メリットというかいい点もあったんですね。そう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 、なんかちょっと待ってねとかいうのもセリフであったから、その時とかもなんか分かんない時あなんとかなんとかとか言って使ってた。いい勉強になりました。これやりながら、そう本当にだからもう音響こっちでこう流してんのに、その横でずっとこうちっちゃい音で自分のセリフ聞きながらこっちで音響すごいっすね本当に。これでもそれでなんか一本作れそうで確かにそっちでね、ドキュメンタリー、確かに、いや本当に本当にドキュメンタリーでやってほしかった。自分でカメラ回しとけばよかったわめちゃくちゃ重いっすね。じゃあ今から行ってきますって言ってバーって舞台裏まで行って、でそしたらもうはけた瞬間ガーって後ろ走って自分のきっかけのところで音流してみたいなそういうことなんですね。そう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 、音響やりながらだったから、自分の公演の音響とか、そう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 、なるほど、めっちゃ大変だった。やばいっすね、うん、おもろ、太陽太陽おもろいっすね本当だよ。はい、あ辻さんからコメントいただきました、はい、レムさん、レオさん頑張れって、ありがとうございます。わー、ありがとうございます、嬉しい。おアリースの遠藤さん、はい、ありがとうございます。お、酒か甘いものか分かります、だって、お、やったー嬉しい。あ、レオくんはお酒結構飲むんだよね。結構飲みます、うん、でも甘いものも食べれる。甘いものもあらら、食べますね、食べれますね。あ、なんかあの僕気づいたら、うん、酔っ払ってて、なんか気づいたら酔っ払う、みんなそう、いや、ごめんなさい、酔っ払ってった時に買うものってなんかないですか、うん、ラーメンとか。ああ、ちょっと多分そんな感じなんですけど、うん、僕あのメイトのちっちゃい青いプリン買って、ああ、なんかちょっとミルキーなやつ。あ、そうです、そうです。あ、美味しいよね。が、あれ多分僕その気づいたら買ってるんですよ。酔っ払ったら。酔っ払ったら。あ、じゃあ糖分欲してるんだろうね。うん、きっと。多分ラーメンとかですけど、うんうん、でもあんまこう食あのお酒飲み行ったらあんま食べれないんですよ。ああ、いるね、いるいる、酒だけの人、うん、ちょっとのものとかで、はい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 、最後まで箸が入る。これ？
まあ、これです、これです。これこれ、私も一番好きなプリン。これを分かる。買う習性があるらしくて。あ、いいね、確かに。でこれがなんでか分かったんですよ、最近。え、なんで？あの、うん、いつでしたっけ、2週間ぐらい前に僕たまたこれ買ったんですけど、うん、ポッケにそのまま入ったんですよ。あ、そういうこと。でこれポッケに入れてもピッタピタしたので崩れないんですよ。そう、だから多分僕は無意識のうちに、あ、これだったら別にポッケに入れて持ってくれたぶんでも買ってたんですよ。そういうこと。そこ、そプリンってこうちゃんとこう持ってかないといけないじゃないですか、ね、間がね空いてるからね。でポッキーに入れてたらぐちゃぐちゃになっちゃう、うん、なっちゃう。これはならないんで。確かにこの子あのもうほんと蓋のピッタみたいに入ってるからもうどんなに振り回してもね大丈夫、大丈夫だから。多分それで僕はこのプリンを選んでる。なるほど。意外と酔っ払っててもなんか確かにその理由というかロジックを考えて、うん、買ってるんだなと思って。私もなんか酒飲んでてこうなんかしょっぱいものしか食べてなかった時期もこのプリンだけはなんか美味しくて食べてたの。美味しいですよね。そうなの。ちょっとぜひあのリスナーの皆さんも食べていただきたい。たまにカフェオレ味とかある。え、あるそう、 あれめちゃくちゃ美味しい。あるあるある、美味しい美味しい。で、あんま売ってないんですよ。そうだね、あんま見ないね。いいですね。お、はい、はい、コメントをいただいてます。うすいくんからです。レムちゃんは関西のお好み焼きと広島風どっちが好きですか？あ、広島風って言うと広島の人が怒るよね。怒る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 。麺があるかないかでしょう。私は関西風ですね。あ、麺なしの。麺なしですね。へー、そうなんですね、うん、でも広島風でも好きなお店はあるから。いろんなお好み焼きの。いや、もうなんかもう店が違えばもうお好み焼きも違う種類なんで。そうなんですね。そうそうそう。いや、もう本当もうお好み焼き集みたいなの感じでこうなんかみんなでお好み焼き会したり、ね、あ、こういうなんか短編というかこういうなんかファイル作って作る作る、このお好み焼きみたいな。そう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 、ちょっとソースが甘めでみたいな。やりたい。でも一番おすすめしたいのは私が作ったお好み焼き。あ、自分でも、うん、作る鉄板焼き会みたいな。うん、なんか、うん、家で一人で作るんだけど。それなやんないですよ、そのパーティーみたいな。やんないやんない。劇団のメンバー。やんないやんない。やんないやんない。もう一人で楽しむ。そうなんですね。そう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 。せっかくいるのに。でも確かにこうせっかくだからね、みんなにお披露目できるような感じにちょっと企画できたらなって感じですね。お、はい、あ、またお好み焼きネタですね。はい、はい、ヒロさん。おじさんの子供の頃はお好み焼きの残った生地に水足して味付けて焼いたものをもんじゃって言ってたんだって。お好み焼きの、あ、じゃあそのあ二次会というか、二次会で、ね、なんかちょっとお好み焼きを焼くにしては少ないしみたいな量に水足して焼いてるのがもんじゃ焼きだったんだ。なるほどなるほど。で駄菓子屋でお椀一杯50円で食べれたんだって。50円。でもさ当時の50円ってちょっと高くない？あ、駄菓子屋さんで確かに、そうですね、5円でいっぱい買えるみたいな。あ、でもお椀一杯ってどんぐらいなんだろう。当時って言ってたんですか？分からない。僕ら勝手に戦後ぐらいのイメージを話したんですけど、確かに戦後は5円でなんかいっぱい買ったイメージですけど、ね、当時か分かんないですね。確かにこのねヒロさんのねおじさんの子供の頃って言ったらいくつの時かも私たちは。めっちゃ昔を想像勝手にしてましたけど。確かに。で50円今のだったらめちゃくちゃ安い、ね、今のだからあの豚麺とかの感覚なんですかね。そうだね、そのぐらいですね。50円ぐらいですもんね。でもだからやっぱり駄菓子屋さんでおもんじゃを食べれたってことだよね。駄菓子屋帰りに行って、50円出して買い食べて帰ってくると、うん、そう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 。いや、おもろ、面白いですね。粉もんだけでこんだけ話が広がる広がるもんだね。情報が粉もん情報がねえすごいですね。はい、コメントたくさんありがとうございます。はい、はい、では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 私たちが今日話したい、はい、あの僕さっきのゾンビの話があったじゃないですか、うんうん、僕あそうだ役者ゾンビも多いんですよ。あ、そうだね、そっかそっか。ゾンビが多くて前回いつでしたっけ、10月でしたっけ、うん、収録してと収録したのいつだっけね。10月かなの頭、うんうん、あ11月かな、11月の頭で12月の4日でしたっけ放送日が、はい、レックっていう、はい、あのゾンビバラエティ番組があるゾンビバラエティ番組、ゾンビバラエティ番組、まあそうですね、振りが分かんないですけど、確かに確かに、があってそれのイベントが今、はい、あの東京ドームシティでやってるんですよ。そうこれね、裏切り人狼遊園地って、ちゃんと番組がイベントになるってすごいよね。そうですよね、うん、で、あの
僕らは普通にゾンビだったの。ゾンビは今回、出てこないんですけど、このイベントではね、イベントでは出てこないんですけど、うんうんうん、番組内でめちゃくちゃゾンビが多分50人ぐらいいて、いたいた、それと、演者さんたちがやったミッションを体験できるっていう、わー超楽しい、番組になってるんですよ。やっぱうちらゾンビやっててもさ、このミッションやりたいって思ったよね。はい、あこれなんかなんだろう、一緒にあの一緒に何でしたっけ、シンクロクイズみたいなのがあったんですよ、うんうんうん、あの例えば地のつく国はみたいな、あるあるある、一緒にポンって何なら言ってました、ね、うん、やってたよね、やるよね、裏でやってます、そう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 、結構そのやりたいってことを本当にできるんで、うんうん、こうなんかまあレックを見てくださった方も見てない方もこうあの TVer で見逃し配信ができるので、ぜひそれを見てからイベントに遊びに行くとさらに面白いんじゃないかなって思いますね。そうそう、なんかみんなでワークをクリアしていくっていう感じで、一個のミッションに対してみんなでクリアしたらイエーイみたいなやつだよね。でやっぱ人狼がいるんで、これ4人からかな、なるほ るんですけど、じゃあ4人とかで行った時にじゃああなたは人狼ですみたいな感じだった、あ僕はなんかほぼ間違いなく声で疑われるんですよ。そりゃそう、なんかさ怪しいもん、ほぼ間違いなく疑われて怪しいもん、俺マジで何も知らないけどなみたいなので、そのいろいろなんか言い訳を作って考えて回避しました、うん、やっぱそれ良かったなと、喋り得意で良かったなあ、わかる、これが結構2月、今日からですかね、12月6日で、今日からだ、昨日僕もあの、うん、モニターみたいな形で行ってきたんですけど、はいはいはい、そうですね、4人で行ったんですけど、うん、やっぱ8人多ければ多いほど面白いですね、これ。あ、4人から8人ぐらいで体験できるんだ。そうです、人数で確かに多い方がだって疑いがばらけるからね。ただあの仲は悪くなるかもしれない。ああ怖いね。あいつあんな平気な顔して嘘ついてたんかってね、帰り道ではねなってるかもしれない。で女の子の方がうまいですね。嘘、ああいやわかる。なんなんですか、ね、平気で嘘つけるよね。そう、平気で嘘つける。平気で嘘つけるのよ。で普通の顔して。僕心理学とかも勉強してるんで。はい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 。わかるんですよ。そのなるほどね。嘘ついてるっていうのがわかるんで、うんうん、それ勉強してから行くとより面白いです。へえ、こいつ嘘ついてるってわかった？わかりました。あらら、ら怖いね。ただ言うと、うん、その子に押し付けてるみたいになるんで。そうね。でその女の子に押し付けてるみたいになると、うん、僕が悪者扱いされるじゃないですか。はいはいはい。で言わずに僕だけ投票して、だからいかになんかお前嘘ついてんだろうじゃなくて、はい、その子をこう誘導してみんなにあのこいつだぞっていうのを伝えるのかもやっぱり心理戦になってくるからね、はい、なんかやっぱ本編のあのレックの方にもさ、はい、松丸さんが出てたじゃん、大悟さんじゃなくてさ、弟さん、ね、そう、はい、とかもやっぱり頭がいいから疑われてたけど、あ、これ言っちゃダメなのか。まだ、あれ、ま、1期目はもう終わったね。けど、ちょっと見てない方はぜひ見逃し配信で見ていただいて。気になる。TVerであれですよ、本当に今見れるんで、うんうん、次また9日でしたっけ、放送かな、うん、があるので深夜だからね、ちょっとそれはみんな録画とかして見ていただいて、めちゃくちゃ面白かったです。いや面白いよ。でもしかもそれが体験できるっていうのが一番いい。で結構2月までやってるんですよ、うん、2月25までやってるんで、そうそうそう、すごいよね。しかもその東京ドームシティで放送されてる収録が東京ドームシティで体験できるっていうのが、はい、なんか自分がテレビの世界に入ったような感じになるじゃない、うん、めちゃくちゃいいなと思って。でこれすごいのは、うん、東京ドームシティのイベントなんで、うん、その、アトラクション乗りながらやるイベントです、うん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 、でなんかバンドみたいなのがあったんですよ、リッツバンド、はいはい、でこれが4900円とか、ね、5000円しないぐらいなんですよ、うんうん、で終わった後、そのイベント終わった後、うん、全アトラクション乗れるんですよ。いやめっちゃいい。そのと思って、うん、僕らも昨日やって、うん、これ終わった後全部ジェットコースターも全部乗れるんで、めっちゃいい。あそうなんだと思って、体験もできて、あの遊園地も楽しめる。そうなんですよ、最高じゃん、すごいと思って。お得感、お得感がすごいんですよ。お得感満載で平日の、うんうん、まあ、朝はやっぱ人が少ないんで、うん、それのだと乗り放題です。あそうか、夜とかになるとやっぱちょっと、ね、人が増えてくるので、うん、なんかさ、じゃあ人が増えてきたら逆にさ、こう何人かと何人かでこっちの合同チームになりますみたいな組み合わせもあるってことだよね。あどうなんだろう、僕ちょっと確認、4人以上の仲間と共にって書いてあるんで、ね、もしかしたらそのなんか
22できてたからなんか一緒にやりますね、一緒にやりますってできそうだよね夜は逆に、ま、マッチングみたいな、ね、マッチングできそうもあるのかも。あ、そうですね、やっぱ4人以上で入れるそっか。なんか脱出ゲームとかもさ、知らない人とさ、はいはいはい、なんか組んだりとかするから、ちょっとなんかもし夜いいなと思ったらフラフラと行ってみて、その辺の人捕まえて一緒にどうやってみてほしい、うん、いいか、確かいいかもしれないですね。で、知らない人の方がね、騙せるよね、はい、で仲良くなれる、うん、なれると思うので、で分からない分怖いと思うんですよ、ね、やっぱ知ってる人だと、うん、あいつこういうタイプだからみたいな、そうそうそう、お前絶対嘘ついてたのと知らない人だとさ絶対信じちゃうじゃん、はい、あ、この人がこう言ってるならって言ったら裏切られたっていう方がめっちゃ面白そうだよね。確か、あ、そうですね、知らない人の方が面白いかも、うんね、それでもなんかね、あれアプリみたいなのあるだろう、めちゃくちゃ面白い、今日やりませんかみたいな、今日やりませんかアプリをね。これでもあれじゃないですか、ハッシュタグのこれで、うんうん、人狼遊園地ですね、人狼遊園地で、うんうん、あのハッシュタグで集めればみんなで集まると思います。え、やろう、ね、やりたいね、それめっちゃ楽しそうだよね人狼遊園地ハッシュタグでちょっとやりますわ、もしかしたら私たち参加してるかもしれない、ね、今日行きますって、そうそうそう、誰か行ってください。あ、いいっすね、いいねいいね、これなんか新企画みたいなのがある、うん、なのでぜひぜひ皆さん参加してください。はい、はい、続いてレムさんが、はい、はい、いつでしたっけ、来週ですかね、うん、来週、いつでしたっけ、そう来週ですよね、ですね、12月19から再来週か、ごめんなさい、はい、12月19から12月24日、そう、もうクリスマスに私は舞台をやっておりますその宣伝のためにこれ被らせていただいてるようなものだそうなん、あ、これクリスマスなんですか、さっきなんで被ってんのみたいな感じだったけど、はい、被りました。はい、舞台ノーモアですね、私の太陽マジックフィルムっていう入ってる団体のメンバーの一人畠山雄介さんっていうものが脚本演出主催っていう感じでやっている、コメディーの作品になっております、いいですね、コメディ、そう、もうクリスマス年の瀬にね、ぜひぜひ笑って終わってほしいなっていう感じなので、物語的にはすごくそのコロナっていうものって全人類全世界の人たちがやっぱり体験した出来事だと思うんですけど、はい、それを経て今私たちは生きてるわけじゃないですか。それをなんかそれぞれがあの時こうだったねみたいなのとか、コロナを言い訳にしてたりとか、そういうのもなんかいろんなメッセージ性が含まれてるコメディなので、なんか誰のセリフになんかうわって刺さるかってそれぞれ読んでる人によって違って、うーん、立場というかそれ、そうそうそう、今の立場によってってことですね、うん、はいはいはい、だからこのセリフ印象的だったわっていうのって、読み合わせの時もキャストそれぞれが全然違うものが感じられたので、ただのわーいコメディーだっていうのプラスあとはやっぱりそのメッセージだったりとかを一緒に感じられたらなって思います。ちなみにこれはもう台本もらってるんですか、はい、もらってますよ、韓国語じゃなかったですちゃんと日本語で書いてありましたよかった、いいですね。でもコメディーは結構お笑いも見に行ったりするんで、見に来て面白いので、逆になんか、うん、僕は普通のこんなこと言うのは役者としてあれなんですけど、うん、普通の舞台あんま見れないんですよ、はい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 、あの日本人の 7% ぐらいは滑舌を読めないのと、うん、あ、そういう舞台とか見ても意味、うん、理解できないんですって、はい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 、僕多分それなんですよだからお笑いは全然見れるんですよはいはい、はい、見れるというかでその自分でも行くぐらいなので、うんうんうん、これだとありがたいです ね、 見やすいと思う、見やすいと思う、なんか面白くなんか見れると思うからぜひぜひです。たまにあるなんかあれがメッセージ性のある舞台が、うん、僕ちょっと社会派みたいなのが多分単純に頭があんまりくないんで理解できなくそんなことないよ。なるんで、でしかもチケットも4000円いかないですね。そうですね、3900円なんですね。そうなんです、学割とかもあるんでぜひぜひなんかいろんな人に見てほしいなっていう感じです。弁当、あ、そう、これね面白いシステムいろいろあって、まあ、チケット予約はもちろんのこと、はい、まあ、お祝い札っていうのが最近あっておめでとうございますってのしが出せるのね、はいはい、っていうのが枠があって、あとはこちらあの小屋入りおめでとうプロン差し入れシステムっていう、私たち役者さんに差し入れが出せる、すごいっすねこれ完全にあのご飯が崎陽軒の確かに確かに切られてるもんね、はい、確かに
そうそうそう、なので、この日みんなに喜んで頑張ってほしいっていうようなお弁当とかも差し入れできて、でもほとんど売り切れちゃって、あと1日か2日分ぐらいはお弁当差し入れシステムあるので、ぜひぜひお待ちしております。ね、お弁当なんて別に2個あってもいいですよね。いや、もちろんみんなもう育ち盛りなんで全然いいですもんね。そうそうそう、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。私の SNS で確認はできると思いますので、はい、お待ちしております。あとはノーモアで検索して、そうだ ね、舞台ノーモアで検索していただければすぐ出てくると思います。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、頑張ってください。来週、はい、再来週、ね、来週頑張ります。はい、でもう最後になっちゃうんですけど、はい、高橋、これ僕の違うの、そっちの、こっちですね、はい、高橋マリアのチャレンジプラス、はい、現在応援してくれてるスポンサーが2社さんいまして、はい、のみちゃん新宿店さんと東京都日野市のガイナ治療院さんになりますね。この2社さんが応援してくださってちょっと最後になるんですけど、こう動画を見ていただけたらと思います。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。いきますよ。あ、じゃあ大丈夫じゃなさそう私が大丈夫ですよ大丈夫ですか？はい、いきますよ、せーの、どうぞ。日野市多摩平で針・整体・マッサージ。肩こりや腰痛などでお悩みの方に、辛い痛みの原因を改善、早めの施術で快適な生活を取り戻しましょう。ガイナ治療院、ぜひお待ちしております。